いつもご視聴ありがとうございます。田代です。12月5日なんですけれども、れいわ新選組が出してた補正予算なんですけれども、補正予算の修正案について、日本共産党の穀田さんから令和の案は全部是認するもんだっていうふうに言われてたんですけれども、そうではないよという説明が山本太郎さんがしてたんですね。そのことについて、山本太郎さんがさらに追加で、今日、ツイッターの方で説明を追加してたので、そのことをちょっとだけ喋っていこうかなと思ってます。マニアしか知らない国会の仕組みが、このような物議によって国会の外に明らかにされて、で、野党の戦術のあり方が前向きに検討されるっていうことだったら良いことだと思いますと、前向きな発言をされてますね。そして、れいわ新選組がどのように政府の補正予算案に対抗しようとしたのかを説明しますと。ここから説明なんですけれども、10月から始まった臨時国会からは、れいわ新選組は衆議院の方では予算委員会の席がなくなってるんですね。それまでは、櫛渕さんが予算委員会でよくいてましたよね。そこで、いつも、予算の編成動議、編成替え動議っていうものを出してましたよね。それはよく、動画でもよく見てたんですけれども、その予算委員会の席が、なくなったということらしいです。この、臨時国会からはね。参議院の方では1席あったんですって、予算委員の席がね。衆議院の方は編成替え動議っていうのを出せるんですけれども、参議院の方では出せないんですってね。それはなぜかというと、衆議院の方でもう通過してるから編成替えはできませんと。そして、参議院の方では修正案を出すことしかできないということらしいです。修正案の動議は一人予算委員がいれば出せるということらしいですね。注意すべきは、修正案っていうのは、それが成立した場合に、修正案を反映した政府案が可決するということを意味するので、修正案そのものに政府案をゼロにするっていうものを含めておかなければいけないと。でないと、万博予算やら防衛予算を是認したことになってしまうと。それは、したくはないでしょうね、令和としては。私たちは政府案をゼロにできるっていうことを必要条件として、修正案が手続き的に可能なのかどうかを調査しましたと。だから、党内でもものすごい調査してるみたいなんですよね。ちょっとそこはもうびっくりしましたけどね。そこまで調べてたんですねと。そこまでかけてたってことですね。この党をかけて修正案を提出してたっていうことだったんだなと。僕たちもびっくりしましたね。調査したところ、昭和28年の衆議院で見られる上書き修正っていう形式が過去の例としてありました。その他にも平成24年に補正予算、こっちは参議院っていうのがありまして、これは部分修正の形式でしたと。では、憲法の解釈上上書き修正をどう評価されるのかっていう憲法の観点からも調査したみたいです。で、憲法の観点では、政府は予算修正権には限界があるっていう立場を取っているんですけれども、憲法学者的には、いや、予算案の修正範囲には限界はないっていうふうに、理解をしていると。っていうのを、憲法学者の方の著書から、持ってきてるみたいですね。国会とは予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界はないと理解するものと思われますと。そういうふうになっていると。政府の統一見解は、内閣の予算提案権を侵害しない範囲内において可能と。項の新設やその内容が全く変わってしまうような修正は問題があるとして限界があるという説になっているのですが、国会ではかつて両院法規委員会において、国会は予算の増減または予算費目の追加もしくは削除等、すべて内閣の提出した予算に関して最終かつ完全な権限を有するとの勧告を決定したということで、無制限に修正できる権利を持っているっていう立場を取ってると。だから、修正できるんですね。予算の修正には限界はないということだったんですね。だから、山本太郎さんが修正案を出したときに、委員長の方が、これは無効ですとか言わなかったですよね。
これは増額になるので、政府の見解を求めますみたいな感じだったので、あ、認められてんねんなっていう感覚はあったんですよね。だから多分認めざるを得なかったんだろうと思うんですよね。そこまで調べてやってはるっていうのがちょっとびっくりしましたね。で、これらの憲法解釈によれば予算修正に限界を設けてはならないのであり、上書き修正も可能という見解になりますと。そして実際に上書き修正の前例として、昭和28年の衆議院における修正案が存在しますと。手続きを熟知する部署と相談しながら、令和の勝手な解釈ではなく、政府案のゼロ化、上書き修正、全特会に必要な措置を行いましたということみたいですね。消費税廃止をはじめとする令和の緊急歳出項目を歳入歳出補正の書式において新しい項を立てる。これによって政府の予算、補正予算はゼロ、上書きされる手続きになりますと。令和が提出した予算創作補正と項号歳入歳出補正を見れば、そこにあるのは歳入歳出ともすでに成立し、執行中の令和5年度成立予算額と令和新選組の補正予算額である新規国債53兆円分とそこから消費税廃止分とガソリン税0分を差し引いた金額、そしてそれらを足し合わせた額のみですと。政府の補正予算案がゼロになっていなければ、上記以外の金額が書面上に残ることになりますが、そうなっていません。つまり、令和提出の修正案は政府の補正予算案はゼロになった、上書きされたという意味ですと。そして政府の補正予算のうち、特別会計の補正予算については、補正を行わないものと書きましたと。これは政府の特別会計案を認めない、ゼロにするための手続きですと。そのようにして政府案をゼロにする形式で修正案の動議を参議院に提出し、12月1日のツイートにも書いた通り、日本共産党さんにも事前に趣旨の説明を行いましたと。ということだったみたいですね。修正案に対して事実と異なるレッテル貼りをする行為には当然反論いたしますと。だからまあちょっと反論をされたということですね。緊急時である現在においても使える手段を全て使わず、野党の戦術の幅を縛る流れになりかねないことを私たちは危惧します。自公政権の売国棄民政策に対してあらゆる抵抗手段を検討し、最大限やっていきますと。それが令和新選組の戦いですということです。そういうことだそうなので、まあ、すごい調査をして、修正案っていうのを出してたんだなというのがちょっとびっくりですよね。まあ、本気なんですね。質問時間も短いですし、与えた時間だけでは令和のことは伝えられないし、この国の窮状を国民に知らせることもできないっていうことから、こういう行動をしてるんだろうなと。まあ本気なんだなということを感じます。他の政党もそこまで頑張って戦ってくれよって思うんですけれども、それをやってくれるのがなかなかいないんで、もう令和をちょっとみんな応援しましょうよ。他の政党はそこまでやってくれません。もう国民のことを考えているのはもう令和しかないんだなと。あと、何でしたっけ？今日のニュース？今日のニュースちゃうわ。二日ぐらい前のニュース、ガソリン税のトリガー条項を解除するのに賛成の人は 48% で反対の人は 28% とか、そんなニュースが出てるんですけれども、いや、ガソリン税なくせやっていう風に思ってるから反対してるのか、それとも反対してる人は何なんでしょうね。とにかくガソリン税下げるだとは思うんですけどね。普通に考えたら 100% でも普通、不思議じゃないんですけど、まあ、国民がみんなが無知なかもしれないですね。まあ、気になった点はそんな感じでしたかね。以上です。ありがとうございました。